はい、セカンドチャンネルでございます。はい、この間なんか占ってもらったんでしょ、二人。うん、え？え？なんだ、ツンデレ、話が違うぞ。ツンデレ男かな、話が違う。占ってもらったんだよね、占ったんだよね。うん、なんで本人本人本人がなぜわからん。眠くなっちゃった。眠くなんだよ。じゃあ、俺寝てくるから。なんでだよ、なんでだよ、それじゃあ。大体眠い、この時間。なんで眠くなんだよ、この時間。眠くなるんだ、この時間に。眠幻想を占ってもらって。で、その結果、俺まだ見てないんだけど、動画上がってんでしょ。まあ、K さんは、前後してるか。あ、どうだった、じゃあざっくりその。K さんは今後、今年は、あんま働かないで。あ、まあ言ってたよね、その下半期でも来年からは働かなきゃいけないんで。働かない、地獄なんですよね。切り替えできるかっていう。そんな話じゃなかったですね。そんなじゃないですよね。あとなんか揉め事に注意じゃなかった。揉め事に注意。へぇ、口は災いの音っていう。うん、口は悪い。それいつもじゃん。口が悪いのいつもじゃん。口が悪い、限界なんで。で、飽きていくんでしたっけね。あ、だっけ、あ、だっけ、繋がってそうだよ。ずーっと飽きてくるんですよね、これで。ずーっと。そうそう、やばっ。やってましたね、乾くばかり。そう、ずーっと飽きてくる。すごいな、それ。だから新しいことを全部揃ってやる。あ、そうそうそう、マルチに動きなさい。そうそう、一個だけやってると飽きちゃう。うん、だから捨てちゃうんだって、それが一個だと。うん、飽きたって。まあずっとそうはそうだよね。その人間性がより、それがよりどんどん年取るたびに出てくる。そうそうそう。やばいじゃん。そう、やばいね。だから新しいことを並行させる。そうそうそう。でもそれを並行させることによって全部こう相乗効果で良くなる。つまり刺激を与えていけば。へぇ、3個ぐらいなんか同時に走りますから。そうそうそう。佐藤さんは？僕は今後10年、TK らしいよ。ずっと伸びてくるんですよね。可能性がすごい高い。本当に楽しみな存在なんですよね。楽しみな存在。いやいや、自分、そんな自分から確認するように。本当にすごかったですよね。そう、すごい。そんなになんだ。種回収できるのは5年後。5年後。結構かかるな。すげえ、でもそこ本当ね、31歳以降から。どう回収するかですよね。ここが勝負のとこだよね。どう回収するか。じゃあ結構いいんだ。そのじゃあ、年始にさ、占ってもらったのが、まあ、まあ、どんどん。濃く見えたって言ってますよね。すげえ。才能が濃く見える。才能、そんなこと言ってるの。才能はいつも言わないよね。言ってないと思うね。才能が濃く見えたなんて人も。でもあの日の帰り星さんと駅まで行って、なんかすげえ怖くて、その日のモードが。2020年以降、変わるよ、いろいろ。僕の話じゃなくて、この世界変わるから。怖っ。怖っ。急にノストラダムスみたいな。どういうこと？いや、あと、いや、いや、なんですか、それみたいな。いや、本当に変わるか。怖っ、そのテンション？このテンション。何、世の中が変わるんですか？変わってくるんでね。これから時代がね、時代が変わってくる。それは AI とか、どういうこと？仕事。ああ、だってもう本当に大改革。関さんみたいな。関さんみたいになっちゃった。変わるよね。みんな2020年何か分かるの。その後に関さんも言ってて、同じようなこと。あ、じゃあ星さんと関さん、同一人物説。同一人物説なの。いやいや、違う、同一人物説。おかしいだろ。まあでも変わるのはもう分かったよ。まあリアルね。そこはね、だって 5G 始まってオリンピック来て。そんなこと言わなくても知ってますよ。いや、でも占い的にもそうなんですよ。あ、そうなんだ。だからまあまあ相当相当な、多分俺たちが思ってる以上のね。いや、全然あるでしょ、それは。ちょっとだから、今の価値観は、捨てた方がいいですよね。捨てるぐらいの気持ちになって。じゃあ、それどうしていったらいいんですか。え、それそれは来た時、まあ、そう対応せえんじゃないの。いやいや、そこは、そこはしょうがないから、対応っていうか、そこに、いや、順応していく感じ。そうそう、だから環境は変化するよってことですよね。そう、環境、状況が変わるから、そこにあと合わせる。それは我々じゃなくて、全員ですね。これは人類全員がですね。これは人類全員。大きく見ればね、セカンドでこんなこと言ってる。大きく見えなかった。全人類の未来が変わるみたいなのセカンドチャンネルでやってる。すごいな。日本がですか、それとも世界が。まあ、世界も変わるけど、まず日本です。日本ですね。でも日本はもうそう言われてるから。まあまあ2020年確かにターニングポイントであるから。全然変わりますよ。そう、ある意味でも面白い時代になるってことや。そうですよね。そう。でもついていけないと結構振り落とされちゃう時代でしょ。ああ、それはね。ちょっとガンダムにしっかりね。そう、格差どんどん広がるかもしれない。てか、それは今後そうだよね。ずっとそうだよね。つまりだから、新しいものがどんどん入るからね。今前は大企業っていうところがドーンとあったとしても、そういうのが終わって、この時代に入るってこと。まあ、それは前から。それでもいい意味でこの時代に入る。で、子がちゃんと認めてもらえるってことですね。すごいラッキーじゃん。まあまあ、ラッキーですわ、じゃあ。じゃあ終わりで。俺の占いの時間、前振り今のなんなら。前振り、俺が一番楽しみにしてるやつ聞いてよ。でも俺ら聞いてない。
てるし。いやいや聞いてくれよ。いやいや俺がいない時だったからそれ。俺が一生懸命編集してる日でしょその日は。聞いたのかな。いやいや聞いて俺のも聞いてよ。いいよ俺のも聞いて。じゃあ聞こうか。じゃあちょっとおじさん。行きましょう。僕の下半期ですね。下半期ね。やっぱ今ねはもう終わり。半分ずつ。半分した方がいいですよね。半分した方がいい。俺らみたいにいい運勢じゃないんですから。そうそう。だってそれはもうだって年始言われてたから。そう。まあ年始言われてたのがそのなんか足元すかわれるっていうのすっげえ俺覚えてて。そうだよ。あんま調子乗りすぎない方がいい。そうだよ。下半期からこの先もちょっと聞けますから。うん。そうね。ああちょっとそうだね。ちょっとじゃあ今のこの現状の僕の運勢をちょっと聞いちゃう。いや星さんすごいからね。みんなも知ってるから。もうそれさこの前の散々宣伝したから大丈夫。宣伝したから。もっと言ってくださいって。自分をもっと出してください。全然出さないからね。占い出さないからね。はい。どうですか僕。相変わらずですか。そのあんまりこの中だったらあんまり良くないでしょ。まあこの中だったらね。でもこの中自体がいいんですよね。全体的に悪くないですからね。じゃあ全員ね。うん。高橋さん、もうテンションが違うじゃん。ただが言ってるじゃん。どうしようかな。何どうしようかな。ちょっと詰まって言ってくださいよ。ちょっと怖いんだけど、それが一番怖い、その言われないのが。言われないってことは結構なやつがあるってことじゃん。いや違う違う、大丈夫なんだけど、大丈夫なんだけど、別に平気。平気？平気。悪いことはない。悪いことはないよ。あ、そう。そんないだよ。ただただただが何ただってただ、まあもちろんあの前が言ってたその足元つかねばちょっと気をつけなきゃいけないんだけど、特にこれ後半の方が本当は強いの、足元がそう、あそこはられる可能性が後半が強いの、前半より実際は下半期の方が1年で占った時も下半期の方が怖かったから、いや運勢的には下あの悪い下半期の方がちょっと気をつけなきゃいけない。なるほど。わー怖いな。で、あとは特に近しい人だね。近しい人じゃん。でもまあこういうところとか、例えば家族とか、一番怖いそこは。友達とか、まあ何でもいいんだけど、近しい人との関係が一番気をつけて。崩れる？気をつけて。そういうところとの関係をしっかり構築していかなきゃいけない。はいはいはい。要は大事にしていくってこと。大事にね。最近大事にしてくんないから。いやいやいや、それは気持ち悪い。それは気持ち悪いよ。揉めるんだ。そう、だから揉めたいとか。めちゃくちゃ大事にしてるやん。こうなんか、なんかこう。言わなくて気持ち悪いから。週に何回電話してると思ってんだけど、会ってなくても。この間なんて4時間くらい電話してた。なんでだ。なんで4時間電話してた。気持ち悪いな。更新とかの気持ち悪いよ。いや、お前、普通の電話じゃないっすよ、そんななんか。カップルみたいな電話じゃなくて。ちゃんと今後の方針リアルに、しかもあの今後のおのおのの方針まで話し合いますから僕ら。いやチームでの話はもちろんしますし、今後俺はこういうのやっていきたいんだ、あじゃあ俺はこういうのやっていくから、そういうことですよ、よろしくっていう、そういう話ですよ別に。ここはないよ多分、ここは今更ないよ。今更まあ、いやでもちょっとあの変な話、今までよくちょっと離れたよね距離が、やっぱり物理的にも離れたから、なんかそのなんていうの、いい意味で僕はその何、また新しい感じだなと思ってる。なるほどね。いい。じゃあここは行くか。じゃあ星さんだ問題は。なんで？近しい。なんで？本人が言ってて。なんで？本人が言ってて。じゃあこう意見がぶつかったり、まあそれで仲違いするまでいかないとしても、なんかそういう一回こうごちゃごちゃってなって、でもそれをうまく超えていけると逆に新しいなんていうの、また関係性っていうか道が開けるとも言えるから、ただ一概に悪いとは言い切れないですよ。まあでもちょっとそういうの気をつけなってことね。そうそう。だからまあそういうなんかこうちょっと近しい人のね関係、確かに外の遠い人っていうのは、いや今までの関係の人はね。今までの関係って言ったらここ？高校とかも含めて、まあ他の友達とか、前友達いないと思うけど、いるよ。いるいる。ちょいちょい毒がすごいな。ちょいちょい毒入ってくる。いるよ友達。この間も集まってとか呼んでくれたよ友達が。友達みたいって思うけど。いるよ、結婚とその出産のあれでもらってるなんかプレゼント。むしろ俺らあげてねえし。本当だよ。なんかくれよ。どうしたどうした。俺にはいいから息子にくれ。ちょっとしじゃない。息子にくれ。考えてくれ。息子にくれ。来年ぐらいまで考えてる。長いよ。長いよ。家庭はどうですか、じゃあ家庭は。家庭も含めて。全部だ。わ。でも確かに、なんか僕がやっぱ気が回らないとこあるから、マイペースだから、そこでやっぱちょっとね、揉めるんだ。怒らしちゃったりする時もあるから、それがね、そこはやっぱりちょっと反省しなきゃ。カップ麺食うとかじゃないの、カップ麺食うとか。やっぱ夜中起きれなかったりとかね。なんか起きれない、え、泣いてて。ああ、起きないの。起きれない時もあるじゃん。ああ、そういうことか。そうそうそう、寝ちゃってんだ、気づかないんだ。いや気づけない時やっぱあるのよ。あるんだ。疲れてるとね。なるほどね、なるほど。それでやばいんだ。でそこやっぱあの奥さん、いや見てるからね、あの君見てるから、俺もうかつなこと言えないから、これなんか言ってなかったってなっちゃう。別に怒られ
か今までないけど、ここまで言っちゃうのってなっちゃったら恥ずかしいじゃん。でも多分見てるから絶対。いや、やめて。よくこういうのしてるの。してないよ。してない。いや、してない。してないから。ちょ、いやいや、だってプロレスしてないから。やってないよ。いや、それ。プロレスはしてないから。やりたいね。そういうことですね。ほんと可愛いからね。そう、まあ、そこはあるだね。なるほど。そういうことも、まだ。なるほど。はい。どういうところか。あとは仕事はどうですか、仕事。全部一緒ちょっとね、なんか改革っていうことも多少した方がいいかもしれない。改革？改革。それ本当に言ってるそれ。そう、本当に出てる。改革をした方がいい。どういうこと？改革。改革って要は何かは、まあ、自分、これは別に、この動画をって意味じゃなくて、自分自身がなんか新しいことチャレンジするって思うし、もっとちっちゃいことで言うんだったら、なんか新しい世界を広げるみたいな。ちょっとさ、この人やっぱすごいよ。だって俺言ってないよ、この人に。実は動いてんの。え？言ってないっけ？言ってないよ、星さんに。星さん知ってたんじゃないの？いや、知ってる、知ってる。楽しそうな。ちょっとまあ新しいことというか、まあちょっと、ケイさんも村やりたいってやってるから、俺もちょっとやっぱり自分なりのことちょっとやっていこうと思った。いや、かぶせない。めっちゃかぶせるじゃん。一緒にやれよ。一緒にやれ。ちょっと俺餅作るよ。おめえが村なら餅つきやるからな。じゃあ俺死ぬとか。そういうことじゃないから。まだちょっとね、具体的なのは定まってから公表しようと思ってるけど、まあちょっと実は動いて、この人と話してたんだよ。そういうことだ。まあでも新しいことをやった方がいい、ちょっと。いや、すごい俺もワクワクしてる、そこに関して。そこに関して。特にそれは、まあ今年実らなくても別にいいんだけど、来年っていうのが、その一つの。来年がいいですか、じゃあその見越すと。あ、でも今年やってもいいんだけど。やり始めりゃいいってことですかね。まあ、始めなかったとしてもいいよ。極端なことで、例えばそれの準備でもいいし、なんていうの、こう今のうちに、例えば、いわゆるなんか、他の仕事をやるんだとしたときに、そのじゃ勉強しとこうでもいいし、なんでも OK なんだよ。なんでもいいんだ。で、来年はもう本当にスタートすると、まあ、今実はむちゃくちゃそれ、やってる。え？いや、びっくりしたから。え？なんでわかるんですか？え？じゃあやった方がいいよ、早く。それがまあちょっとなんかね、だから大事。なるほどね。なんならもう直近でちょっと動き出すかもしれないんで、ちょっとまあで、それやってた方がさっき言ったもめ事とかは少なくする。なるほど。へえ。じゃあなおさらいいじゃん。なおさらいい、なおさらいいじゃん。すげえいろいろ調べた。その機材やらないやらとかも。え、機材いろいろ今実は調べた。だいぶもう AV 監督じゃねえ。機材じゃねえ。ライト持っていいじゃない。参加しよう。ライト持っていいじゃない。じゃあやんないよ、AV 監督。AV 監督だったら言えない。しますよね、言わない。言わないか。それがしかない。言っちゃうしかない。そんなことはないでしょ。他にあるよ。他にあるのかな。あるよ。あります。いっぱいありますから。まあちょっとまあまあ近々ね、ちょっと。まあ言ったらいいの。いや、いいんじゃないですか、今度でも。今度でいい。まぁちょっと、まぁ、今度。結構、どんどん発表したいね。次の動画で。次の動画で喋れや。まぁまぁ、ちょっと近々ね。近々。大きくやろ、大きく。大きくやろ。うん。ね。星さんの首です。準備してました。そんなこと。盛大に。これは言えない。盛大に。これは言えない。盛大に準備してます。早かった。機材いるんだよ。すごい展開早い。まさかの。入って3ヶ月ぐらい。まさかの。展開早い。結果出ないとすぐ。すごいこの企業。なんなら出てるし。この企業。なんならすげえ結果出てるから。大丈夫、出てるの。すごいです。素晴らしいです。ちょっとね、そういうことも踏まえて、新しいことやっといた方がいいね。なるほど。わかりました。そういう意味では。まあ少なくとも世界を広げておいた方がいい。それがなんかいろんなもののこう問題を防いで。くれる時になっているかな。わかりました。それがポイントかな。いや本当にそれ、もう本当にそう。いやいいじゃんね。じゃあみんなで動画をやめて一旦。いややめんの。動画一旦お休みして。やめないの。そういうことなの。そういうことじゃないですか。そういうこと。あ、ここはどうですか。じゃあそのお願いします自体は。あ、わかんない。お願いしますもん。チームはまあわかんない。チーム、まあ別に今まで通りでしょ。チーム見てないから、わかんないな。チームわかんないけど、俺はじゃあなんか具体的なやつとかさ、新しいことやって、
K さんはなんですけどね、 K さんはとにかくいろいろやってた方がいいんだよ、うんうん、なんかまあ一つに絞んない方がいいんだよね、うん、飽きちゃうんですよね、うん、飽きちゃう、今年だから遊べばいいんですよね、遊んでこの世界だけに縛らないでもいいんじゃない、うんうん、でやめようと思ってもやめなくてもいいけど、ね、早いんだよ、やめちゃダメなんですよね、や両方こう、そう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 、平行1個2個いくんじゃなくて、そうそうそう、2個こう平行させた方がいいってことですよね、はいはい、でそれはもう僕がイメージしてた通りなんで、それがいいよ、当たってたんですよ、やったー、そうなんですよ、それがいいじゃんやったプロの占い師が当たっててやったーやったって言っちゃう信憑性が出るって大丈夫ですか純粋なんだよ、子供の心がありますから嬉しい時は嬉しいってやっぱやるんですよ、あとそういう意味では高橋さんは、うん、ちょっと、うん、まあこれからは特にそうだけど、うん、2つあって、うん、1つは、うん、やっぱこう表にどんどん出ていくのやっぱ良くて、はいはいはい、もっとこうスポットライト浴びていくっていうか、それはなんか今後もずっと活動として意識していった方が良くて、うん、表っていうのはいや、まあ、人前に出る、そうそう、人前に出るっていうのは、今やってること、ね、今やってるともいいし、その以外も含めて、うん、もしやれることがあればどんどん表に出ていく、うん、もっと、まあ、目立つって言ってもいいのかな、うんうん、なるほどね、のはすごくいい、そういうこともどんどんやっていった方がいいし、うん、であとはまあ興味あればだけどこれは、うんうんうん、海外とかも少し海外とかね、もう面白い、それは旅行、あ、旅行でもいいよ、旅行でもいいし、とりあえず海外に触れるってこと、仕事でもいいし、ね、多少面白いかも、仕事で、まあ、すごい強いほどではないんだけど、その海外運が、うん、でもそういうのも、まあ、多少出てくるから、もし興味があればそうじゃ、グローバル化だ、多少面白いかもしれない、ね、海外か、海外、いいじゃん、グローバル化、まあ、行ってみたいともちろん思いますけどね、ただでも今の状況だとね、その子供いてだとさ、やっぱ行きづらいもんね、なんかそれこそね、ワンピースの、うん、なんかね、なんかでね、行けないの、いや、近くてもよ、あの韓国とかね、ちょっとでも近くてもアニメうん、あの辺あるよね、フェスとかあるよ、韓国はあった、うん、すごいよ、あそこら辺の、うん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 、ファンできんじゃないのファンできんじゃないのなんなんすかそれなんのキャラなんすかできんじゃないの、行けないのかね、そういうの行けないのかね、ちょっとじゃあ海外なんかないかな、そういうのもありそうだよな、ちょっと海外じゃあ海外もだから多少ね、うんうんうん、多分すごい強いほどじゃないから、うん、まあチャンスがあればぐらいでいいかな、はいはい、面白いじゃん、なるほどね、わかりました、どっちにしてもでもこう、うん、いいんだよな、でもきついはきついでしょ、年末の、ああまあまあまあ、ね、運勢はね、いやちょっとなんとくれば裏方ですけど大丈夫ですか、表に出るタイプの方がいいんですかね、あの声とか出ないよこれカンパニー松本大臣わからんよ、カンパニー、わかんねえよ詳しいんだよ、テレクラキャノンボールとかやってわからん、何テレクラキャノンボール、何それでもいいから、わからんっていいんだよ、わからんよ詳しすぎん、ひどいなぁ、セックスもあるんだよな、自由すぎだろそのカラーないんだよ、うちはないよ、あんまないんだよ、色気やってねえし、得意じゃねえし詳しく言ってわかんねえしよってわかんねえよ、なんだよ、そういう系がいいんですね、そういう系はやだよやだよ、まあ、表に出るのがいいですね、それぐらいかな、その足元すくわれるっていうのは仕事全部可能性があるそ, いやそこが気になってる、やっぱ仕事で足元すくわれるとさ、そのやっぱ何こういう関係性でしょ、こういう関係、身内関連、あ、身内関連が一番だから、まあ近しい人だから、うん、例えば足元すかれて、でもどういうことなの、こういうことやさ、いや物理的にだから全然いいよそれなら、まあ、例えば何かしてそうだ、例えばじゃあ夫婦仲ですごいうまくいってると思ったら、うん、油断してると、うん、なるほどね、うまくいっていても全然大丈夫じゃん、油断したら、うん、いやだからそんなの絶対やりこうですよ、いきなりいやその方がまだいいちゃんといやその方がまだいい急にいなくなるとか言ってたよねあ、急にね、そういうこと急にだから急に、いや、そこまでではないと思う、いや、だから最近一番やっぱ怖いのは、そのなんていうの、それで怖い事件多いじゃん、いや、子供が、そのなんていうの、いや、事故に巻き込まれるとか、あ、そういうのじゃない、そういうんじゃない、そういう不幸とか、そういう意味ではそういう、揉めだから、揉め事だから、身内だのってことですよね、それはでもやっぱ、頑張ればなんとかなるもんね、それちゃんとやれば、ね、だから油断しなければ大丈夫、油断するなってことや、油断する、はいはい、わかりました、それが足元です、だから寝ないで油断するなってことや、もう目バッキバキになって、もうレッドボール飲んなくて
バシッて行けばそこまでやったらいい。もうやばくない？それやりすぎじゃん。でもちゃんとそのあれは頑張って、それがお腹のミルクはね、いいわけですよ。ミルクとおしめた。そうですよ。でも可愛くてしょうがないからな。やっぱり今はいはい、まあそういうことですね。はい、うん、頑張ります。あと結果は急がない方がいいね。これ今この下半期結果は急がない方がいい。下半期結果は急がない方がいい、うん、あ、ちょっと焦るなと。ちょっと出にくいね、結果が。あ、そうなんだ。あ、ちょっと正直ね、正直な話すると、うん、そのやっぱりその金銭面的な不安はあるわけ。やっぱ家庭持って、ね、その別にゼロになるわけないじゃん。今まで一人に比べたらやっぱりさ、そのやっぱ家賃だと向こうね、絶対その全員養う、もちろん不安はあるわけじゃないですか。でちょっと新しいことやりたいって上でちょっとその資金がいるわけじゃないですか。でそこをなんつうの、ちょっとマネタイズ、ちょっと意識しすぎない方がいいですか、やっぱり。じゃあその結果で、それが結果、本人の中の結果としてだとしたら、あんまりそこを求めすぎる。今年じゃないってことですね。回収がもうちょっと後だからってことでしょ。例えば、うん、そうだね。会社はまだ後で、うんうん、やっぱ今年はなかなか結果がちょっと、その、うん、例えばこれだけ頑張ったのにこういう結果が出ますって、これが普通だとした場合に、うんうん、こんだけ頑張ってこれしか結果出ないのみたいなことが起こり得る年。あ、なるほど。だから、ということはここに、そうすると人ってのは当たり前で焦るじゃん。はい、焦るね。そうするとどうなるかっていうと、何かすごい問題があるんじゃないかとか、ね、相手もっと頑張ろうとか、なんか、違う悪い方になって、そうすると、わかんないけど、揉めたりとか、いろんなことも起きるかもしれないから、そうじゃなくて、まあ結果、もちろん欲しいんだけども、今年はそこがつきにくいから、なるほどね。あんまりとらわれすぎない方がいいかもしれない。なるほど。あれ、すごい大事なんですけど。あ、引っ越し、実は今も。いや、この間去年引っ越したけど、早っ。壁が薄くて、思ったより薄かったの。これ、しない方がいいんですか？そう、そこ聞きたい、引っ越し。いや、もう、なんなら、もうこの夏ぐらいに引っ越して、その考えてはいるんですよ、実は。そうか、その多分今その子供の声も多分隣に聞こえてるんですよ。ああそうなんだ。多分奥さん的にもちょっとストレスの可能性もあるから。で俺もなんかやっぱ夜中、うん、あ泣いちゃってんなって、うんうん、で隣の部屋の話し声聞こえるんですよ。マジでそんなせいの。ミスったマジで。だから平気かなって思ったらダメっすね。やっぱりもう一回住まない、住みたい。だから前も言ったかもしれないけど、え、でも調べればある程度こう作りとかで分かる。いや、そうだからミスったの、作り的にミスった。ちゃんとテキンコンクリート選んだ。選んでない。それはミスるよ。テキンコンクリートしか。でも調べたら鉄骨でも平気な時もありますから。ああ、それはね、もう、うん、ミスっちゃったんだから。鉄骨やる。軽量鉄骨と鉄骨やる。だってコンクリートじゃないですもん。壁が違うんですよね。軽量鉄骨だとね。本当にミスった。骨はね。柱だけが出てる。柱だけ。何使ってもいいの。そう、壁はね、木の可能性もあるからね。そこがね、ミスっちゃってね。うん、ああ、そうだろうか。これじゃあどうしたんですか。引っ越した方が。引っ越しどうですか。まあ家買うわけじゃないから、うん、まあいいかな。ああ家買うんだったらちょっと絶対良くないんだけど、引っ越しはいいんだ。絶対良くない。絶対家買うのはね、なんか一生がいつも場所にしてほしくない年なんで。なるほど、でもその一瞬っていうかその何年とかね、ずっとじゃないと思うから。まあいいんだ。まあ別に、なるほどね、なるほどなるほど。じゃあ大丈夫だ。長く住む家には合わない今年は。へえ、なるほどなるほど。じゃあまあとりあえずまあここは一生住まないぞぐらいのとこでもいいってことですね。あ、そう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 。はいはい、なるほどなるほど。なるほどね。いや、そうしよう。そういう家だったらまだいいんじゃない。うん、探すなら。もうだからね、ちょっとめっちゃミスったな。ミスった、本当にミスった。そんなにかよ。人生経験、そんなのか。本当人生経験。あ、そんなにかよ。いや、本当に前、結構動画でも言ってるけどさ、結構な物件だったのよ。もう焦って決めちゃったから、いろいろそのね、あの子供のこととかもあったから、まあちょっと、まあとりあえずここに、まあいっかっつって、まあ家賃も安いしっつって一回決めちゃったんですよね。そしたらもうちょっとマジかミスった。そうだったんだ。5センチ積むのと。いや、おかしい。いや、おかしいだ。いいっすか。いいっすか、積むおかしい。やだ、普通に考えやだ、みんなやだ。誰一人幸せになんねん。おかしさんも一生住まない。次住むとこ一生住まない。いやいや、そりゃそうだよ。一生住まないでも困るけど、誰一人幸せになんねん。奥さんもすごい嫌だ。なるほどね。まだここの方がいい。いや、困る。ここでもいっか。よくねえ。すいませんけど、夜ちょっと。よくない。絶対ダメだよ、本当に。予防注射の日がすげえ泣くんだ。あ、そうなんだ。泣くんだ。昨日が予防注射やったんですよ。だから今日はすごくて、実は。へー、そういうもんなんだね。寝つかなくて。寝れないとか。寝れない。なんか多分気持ち悪いんだよ。あと、暑かったじゃん。暑いんだから、だからこっちも、だからもうあの暑い中、エアコンつけようの？エアコンつけてない。え？なんか、あれかなと思って。でも、つけた方がいいんじゃない？暑いでしょ？このままはどっちでこれ？つけた方がいいんですか、やっぱ。なんか悩んだけど。涼しい方がいいんじゃない？
収録。まあもちろん寒すぎ、キンキン冷やしちゃダメだけど。まあなんか別に何暑かった、蒸し暑いけど、まあ大丈夫かなぐらいだった。あ、じゃあ湿気とか。ただ大人はきつい。このままこうない。暑いなのどう見ても。1時間ぐらいずっと。湿気ぐらい取ってるからね。ドライモードしてさ。そうだ。今日でドライモード。ちょっと暑かったらもう、そうそう。もう夏だよ今。夏だね。5月と思わない方がいいよ。そうだね、うん、確かに。もうあれ明日ぐらいから寒くなるんだっけ。いつぐらい。またいや、また寒いよ。そう、寒いよね、確かに、なんか涼しいんだっけ。忘れそうなの。なんか一回こう、どう来て寒いっけ。体調崩すわ。崩すよ。これはちょっとね、地球さん容赦ないね。日本にね、日本だけなのかな、ね、あ、寒いまでいかない。容赦ねえ。今までの俺の地方と違う。まあね、なんか通報しますけどね。うん、このチャンネルとしてどんくらい新しいことやっていいんですか。いや、別にだからそれは結局関わってるから、関わってるから、まあトップとして関わってるから関わってますよ、ね、そりゃ設立しかいません。たけしさんがいないのはちょっと新しいことあんまりする。なんでだよ、なんでだよ今そんな。なんで俺ちょい関わりになる。逆ですよ、こっちから一緒に来たら。俺めっちゃ関わってた初期からいるよ俺。たけしさんの、まあ、チャンネルだと考えれば、うん、改革はした方がいいですか。じゃあ改革はした方がいいんですか。要はでも変に動きすぎてもらえたんですね。あの要は結果を望みすぎないこと、うん、まあでも改革はしてた方がいいです。しよう、ああなるほどなるほど。じゃあ改革はしてるけど、でも結果は出ないよ、でも改革はちょっとしていこうよってことですね。まあそうそうそう、来年に向けてってこと、ね、来年に向けて、そして来年とか再来年でこういい感じ、うん、だからまあ思いっきり変える必要はないかもしれないけど、うん、なんかその来年以降に向けた動きとしてはそれはいいかもしれない。なるほどね。だからそこになんか結果がつきにくいって出るから、うん、なるほど。そこがなんかそこちょっとしんどいね。だからそうするとどうなのかっていうところ。だからあんまり焦ってバンバン早く変えて、誰かうちの俺らの中で結果出すやついないんすか。そしたら注文されるってことでしょ。いや、多分5年後だ。あ、そうか。言うて直近でね。そうそう、この今年で結果バンって出す人はいないんだ俺らの中で。でも結局ね、やっぱそういうグループの場合、うん、そのリーダーが一番やっぱ影響力が大きいんで、ね、ごめんみんな、結果出ないっす。うわぁ、あー、出ようかな、もう待てよ、頼むよ、ついてきてよついてきてよ。まあ僕はだから今年結果求めてない。もう遊ぶ方ケルんで、僕は遊ぶ方ケル、遊ぶ方ケル。口だけ一回リーダー変えてもいいですか。口だけって何口だけでもリーダーと荒らせて、心からリーダー心からリーダーと荒らせてよ荒らせてリーダーを変えてもいい。でも今年はとにかく結果は出ないけど焦るなよっていうことで、そう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 、だからそれを見て何かをやっていくのがいい。焦っちゃうよね、やっぱね、結果出ないとね。それはありますけど、別にもちろん悪い状況ではないんだよね。悪くはないから、全員別に悪い状況ではないんだけど、焦らないでくれっていうことなんでね。そうそうそう、特にもうちょっとそこら辺数字目はしょうがないと。はい、そうそう、とにかく君は改革、僕は遊びほうけます、改革、うん、種まきします。あ、でもあんま大きい意味での改革まで考えなくていいです。ちょい改革ね。いやでも全然多分もう今もう、うん、バッチシのだと思う多分。じゃあバッチシ改革しちゃう。バッチシ改革もあんまりよくないじゃん。いや、バッチシ改革じゃあ、ドカン改革じゃなくて、その、うん、言ってるその程よい改革で、そこバチーンにちょっと、ちょいこうね、ちょいこうね、ちょいこうね、ちょいで、今年はとにかく我慢してやるってことだね。なるほどね。これ大事なことですよね。大事ね。ちょっとね、いつぐらいだろうな、うん、明日もうね、明日あ、でも早ければ、明日って早いけど、6月中ぐらいにやとは思ってる。いいじゃないですか。で、多分、それね、もう多分、別のお仕事の収録で、え、そう、言っちゃ、もう公言したね、俺も。おは、いや、まあ、すごい、すごいね。言っていいのか分かんないからちょっとやめとく、うんうん、まあまあお仕事でまあそこバーンって言ってやろうと思う。すごいじゃん。ったんだ。なるほど、すげえかっこいい。やらなきゃね。それが多分ちょうど流れるぐらいの時に多分始めれたらなと思ってた。いやいやすげえ、なんで合わせて握手してる。握手しねえし頭痛い今日体調悪いからしょうがない。そっか、乾杯で高橋だ。カンパニーとか来た。いやいや、それさっきの AV のやつでしょ。でもちょっとガラッと変えすぎかもしれないですね。いや変えないから、そこは違うんだよ。確かに。なんでカンパニーなんとか、カンパニーなんとかやんないよ。カンパニーなんとかやんないから大丈夫。やんないよ、カンパニーなんとか。それは大丈夫。はい、ありがとうございました。ハーフ次第じゃない、だからうちはね。ああ、そうだね。あいつにかかってんじゃないの。でも 0.2% もないですよね、ハーフ君の、ここにかかってくる。いや、ね、ハーフ君、いや、ハーフ君が、だから心からここをかか、もっと、すごいコミットしてきて、うん、みんなも、ハーフ君リーダーみたいになってきて、うん、やばい、ハーフ君の、ハーフ君リーダーリーダーとはいかんと、ハーフ君の風が来るわけでしょ。ハーフ君、ハーフ君、ハーフ君、いいんでしたっけ。よかったですよね。まあまあ、よかったよね、まあまあ、ね、まあまあ、全員悪くはないんですよ、そう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 、ね、
そう、そういうことですよ。そう、でもやっぱり一番その子に関わっている人の影響力が大きくなっちゃうからね、うん、なるほど。だからまあその社長とは違うから、うん、会社だと完全に社長になっちゃうんだけど、うん、ただまあ微妙なな、うん、これ俺のそれってその世間一般的な全体的なコーナーするじゃないですか、大体、うんうん、そうするとどの辺なんですか、そのこのチームの底辺が分かるわけじゃないですか。あ、例えば普通のおみくじだと大体大吉中吉とかさ凶とかあるじゃないですか。100点中とかでしょ、まあ、ざっくりで、この中で俺がそこって分かってる。怖えな怖えな、それってそれがさ、ここだったらだってさ、まあまあやばいね、30点もう諦めつきますけど、逆に50点ぐらい、50点、まあ半分より上だったらね、普通より上で、半分ぐらいか、あ、じゃあいいじゃん、全然一番下で50点ってんだから全然いい。そうそうそう、平均って言ったら78点でしょ。そうそうそう、じゃあ TK もいるし、そう TK もいるわけで、徹夜ことがいるから、徹夜パティカ、じゃあ大丈夫だ、大丈夫だ、それぐらい大丈夫だ、あと焦らないでくださいってことでしょ。わかりましたね、焦るんだよね、本当に悪い時期は終わってるから大丈夫、これからは。去年が良かったんですよね、悪い年がその一昨年とか2016-17だから、分かったよ、だってあれ17でね、って病気やったのって俺確か、そうじゃない、17でね、17のね、初めだもんね、ここを超えてるから、なるほど、超えたよな、そう、超えたから大丈夫、 OK っす、分かりました、行きましょう、それで頑張ります、遊んできます、改革しまーす。じゃあそんな感じでした、長々となりましたが最後まで見てくれてありがとう、はい、今年もよろしくね、おしまい、今年はもう、あ、じゃあ下半期もよろしくね、下半期でもないんすよ、じゃあ下半期、よろしくね。Ha ha ha!